本日は検察出身の山下大臣中流米兵らのこの裁判権を日本が放棄していた問題と、選択的夫婦別姓についてお伺いいたします。まあ、あの本日は資料として、この琉球新報の記事を配布しております。 日米地位協定は、米軍関係者の公務中の事件は、裁判権が米側にあると定め、公務以外は日本に裁判権を認めていました。ところが、日本政府は1953年に殺人などの脅迫事件を除き、裁判権を行使しないと米側に伝達、いわゆる裁判権放棄密約が成立しました。翌年の1954年には、密約を検察内に浸透させるために、 法務大臣からら検事総長らに処分,成分規定という内記が出されておりますこの内規には、米軍関係者の起訴の時は法務大臣の指揮を受けなければならないと記されていましたが、1960年には削除されていたというものです。この問題に詳しい日本大学の忍武孝教授は、この削除について、密約が検事に十分周知され、 不必要ととなったたために外れれ分析をされていますそのことを裏付けるように、密約後の3年間で、米軍がらみの事件の9割調で、裁判権が放棄されたデータが、1957年6月10日付で、米国務省に残され、1965年1月15日付の米国務省公電によると、削除後3年間で、日本は約7700の事件の9割で、 裁判権を放棄していたことが報じられています、えー、そこで山下大臣にお伺いいたします山下大臣はこの内機の存在と削除後の事実をご存知だったでしょうかまたこの事実をどのように受け止められているのか伺います山下法務大臣、えー、お答えいたしますあのまあ、ご指摘の報道については承知しておりますが 私があの今、法務大臣として承知する限りにおいて、そもそも日米間において、アメリカ合衆国の軍隊の構成員等に対する刑事裁判権等の行使に関して、何らかの公にしない約束がなされた事実はないと考えてあの承知しております。また、お尋ねの昭和29年時点の規定においては、アメリカ合衆国の軍隊の構成員等の犯した罪について、 基礎処分を行う際に、あらかじめ法務大臣等の指揮を受かなければならない、などの定めが存在したわけでございますが、同規定における当該部分は、昭和35年に廃止されたと承知しております。そしてその後も同規定にのっとった運用はなされていたとの事実はないと承知しております糸勝慶子君。日本政府は 関連文書を開示した上で双方の合意はなかったと密約説を否定していますが米側の要請に応じ日本が裁判権を放棄したことを示す公伝を米側が公開したということです2011年に開示された関連文書がどのようなものでなぜ密約を否定されたのか法務省に伺います小山刑事局長 お答えいたします外務省におきまして、平成23年に日米行政協定17条の改正交渉の経緯が記載された外交記録ファイル等を公表いたしまして、その中に改正交渉の過程における日本側代表等の発言が記録された書類が含まれていることは承知をしております。こののの日日本本側代表の発言ははまず日本国の当局は 1> 第1裁判権を有する事件のうち、日本国にとって実質的に重要であると考えられる事件以外については、えー、合衆国の軍法に服する者に対し裁判権を行使する意図を通常有しない、日本国の当局が日本国にとって実質的に重要な事件であるか否かを決定する宣権を有する。 ととの内容であると承知しておりますこのような日本側代表の発言を見ましても、米側に対して実際上の運用方針を一方的に説明したものでございまして、これに基づいて、米側が日本側に一定の措置を要求できるような性質のものではなく、現にこれまでそのような要求、主張が米側からなされたことはないものと承知しております。また、実質的に重要であると考えられる事件以外とは、 日本側において起訴を必要とする程度に重要であるとは認められない事件でございまして、日本人に対して起訴猶予の処分を相当とするような事件とは実質的には同一でございます。こういうような次第でございまして、日米間において、米軍関係者に対する刑事裁判,判,刑事裁判権の行使に関して、何らかの公にしない約束がなされた事実はなかったものと承知しております糸川、まあ、本が 国民の裁判権を放棄するのが問題であるということを強く指摘をしたいと思います、えー、警察庁と法務省に伺います2015年から2017年の直近3年間の一般刑法犯の認知件数と検挙件数、えー、起訴された人員及び起訴率と米軍関係者による一般刑法犯の認知件数と検挙件数、えー、起訴された人員数と起訴率を それぞれお答えください田中審議官まず警察庁から認知件数と検挙件数について申し上げます警察庁の犯罪統計によりますと平成27年2015年中の全国の刑法犯総数については認知件数109万8969件検挙件数35万7484件でございます 平成28年、2016年中の全国の刑法犯総数につきましては、認知件数99万6120件、検挙件数33万7066件でございます。平成29年、2017年中の全国の刑法犯総数につきましては、認知件数91万5042件、検挙件数32万7081件でございます。 以上、申し上げたもののうち、米軍関係者による刑法犯の検挙件数につきましては、平成27年、2015年、76件でございます。平成28年、2016年、65件でございます。平成29年、2017年、93件でございます。なお、米軍関係者による刑法犯の認知件数につきましては、通常、被害を認知した時点では、米軍関係者による犯行であるか否かは不明であることから、 警察といたしまして、統計は持ち合わせていないところでございます小山刑事局長。まだ答弁があります、はい、どう小山刑事局長、はいあの。基礎人員、基礎率等についてお答え申し上げます。えー、法務当局の方で計算をいたしまして、一般刑法犯の基礎人員、日本全国では平成27年が7万7268人、平成28年が7万3060人。 平成29年が6万9674人、3年間合計22万2人でございまして、米軍関係者でございますが、平成27年が17人、平成28年が14人。 平成年年が17人人間合計48人でございます、えー、そして、この3年間の一般刑法犯の起訴率でございますが、えー、すなわち受理した事件のうち起訴した人員数と不起訴にした人員数の合計に占める起訴した人員数の割合は、 日本全国では約38.3%、米軍関係者では約17.8%でございます。まあ、なお、こういうような事情でございますが、米軍関係者につきましては、我が国への滞在が一時的であるため、我が国における前科前歴がないものが大部分である等の事情もありますので、まあ、一概にこの評価することは難しいかと考えております糸勝恵子今の答弁でもあの分かりましたが、あのいかに基礎率があの低いかというところです。 これは結果的には、米軍関係者が特別扱いをされているという実態で、法務大臣のその式が削除された以降も、検察に受け継がれているということだというふうに思います。次に沖縄県では1945年に米軍駐留が始まって以降、多くの女性たちが米軍人や軍属に性暴力を受けたり、殺害されるという危険な目にさらされてまいりました。 統計がある本土復帰の1972年から2018年までの、末までのその間に、米軍関係者による刑法犯罪が何件発生し、うち殺人、強盗、強姦などの脅迫犯は何件だったのか、警察庁に伺います。田中 えー、昭和四十七年 （1972 年）から平成三十年 （2018 年）までの沖縄県における米軍関係者による刑法犯の検挙件数の累計につきましては、五千九百九十八件でございます。そのうち凶悪犯の検挙件数の累計につきましては、五百八十件でございます。渡嘉敷国君、まああのこれまでのあの答弁でも分かることなんですが、やはり 米軍関係者のその犯罪、えー、特別に扱われているというその実態が浮き彫りになってきた、えー、その答弁だったというふうに思います。まああの米軍関係者のその基礎率が低いのは日本側も現在このような密約を忠実に守っているためではないかと思いますが、密約を撤回して米軍関係者も日本人と同じように扱いがべきだということを強く申し上げたいと思います。えー、次に。 選択的夫婦別姓についいて伺います、えー、参議院本会議で5月8日、選択的夫婦別姓の導入を認めるべきだと、福島みずほ議員の質問に対して、山下大臣は、夫婦の別姓の別氏の問題は、家族の在り方と深く関わるものであるところ、平成29年の世論調査の結果を見ても、国民の意見が大きく分かれている状況にございます。今後も引き続き続 国民各層の意見を幅広く聞くとともに、国会における議論の動向を中止しながら、慎重に対応を検討してまいりますというふうに答弁されました。ここ数年、意見が分かれている、さまざまな意見があるという理由だけで、法改正が行われておりません。法制審議会が5年の3月をかけ、答申をし、国連や国際機関も法改正を求め、全国で法改正を求めて提訴されていることを、 どう受け止めていらっしゃるのか、山下大臣に伺います。山下法務大臣 <laughs> えまあご指摘のです、ね、平成8年における法制審の、まあ、答申について、また、あるいはまあ国際人権諸条約に基づいて、まあ、国連設置された委員会から選択的夫婦別う制度の導入を含む民法の改正について勧告を受けていることは事実でございまして、こうした答申、あるいは勧告について、法務大臣として真摯に受け止めているところでございます。まあ、あの他方で,です、ね、やはりあの、まあ、この夫婦同婦 め現行制度については平成27年12月の最高裁大法廷判決においても合憲であるとの判断も下されておりますで、また選択的夫婦別氏制度の導入の是非についてこの判決においてはあ国会で論じられる判断されるべきことからであるとの指摘がなされたところでございます 選択的夫婦別姓制度の導入の問題というのは、我が国の家族の在り方に深く関わる事柄であるという認識は、先般申し上げたとおりでございまして、いまだ国民の意見が分かれている状況にあるという認識も同様でございます。法務省としては、今後も引き続き国民各層の意見を幅広く聞くとともに、国会における議論の動向を注視しながら、慎重に対応を検討してまいりたいと考えております。糸数まあ先ほどもえ伺いましたが、 法制審議会が5年の歳月を家計答申し、国連や国際機関も法改正を求めて、まあ、全国でその法改正を求めて提出をされている、それらの意見を受け止めずに、様々な意見で済まされているということ自体が問題ではないでしょうか。そもそも多様化が進み、多様な価値観と様々な家族の形があるのですから、いつまでたっても様々な意見があるの、この意見というのは、 もちろんその当然であります。家族のあり方に深く関わるというその言い方にも理解に苦しみます。一部の考え方のあるべき論、あるいはその在り方論ということなのでしょうか。選択制にすれば、より多くの国民の望む家族の形に合致するのではないかと思います。山下大臣、に改めて明確なご答弁を伺います。山下大臣。 あの先ほど申し上げたとおりでございまして、やはりあのこの問題につきまして、これはもう、我が国の家族のあり方に深く関わる事柄であると考えております。いまあ、あの未だ国民の意見が分かれている状況にあるということも申し上げたとおりでございまして、法務省としては、今後も引き続き国民各層の意見を幅広く聞くということ、そして国会における議論の動向を注視しながら、慎重に対応を検討してまいりたいと考えておるところには変わりはございません。 糸勝恵子君、まあ、あの個人の尊厳や男女の平等といった、えー、憲法やその条約の理念に沿って見直すということが法制審の議論の出発線であったはずです、えー、そのことが全くないがしろにされているというふうに思います、えー、この夫婦別姓を選択する人たちは必ずしも、えー、多数とはあの言えないかもしれませんあの私の友人で、えー、最近この本を出された 伊勢名夏子さんといいいう方がいらっしゃいます自分のその呼ばれたい名前を大事にしたいということで、この夫婦別姓に関する大切なその文章がございますが、後でぜひあの読んでいただきたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、この夫婦別姓を選択する人たちは、まあ、必ずしもあの多数とは言えないかもしれませんけれども、 法改正をしない理由にその世論の動向を上げることは問題だと思います部落、えー、差別や障害者のその問題のように少数派の問題を世論の高に、えー、委ねてしまうと、えー、常に置き,ざ置き去りにされてしまいます、えー、そのことをあの強く申し上げ、えー、質問を終わりますがまあ今後ともあのこの件に関しては改めて質問を続けてまいりたいと思いますありがとうございました 本日の調査はこの程度にとどめます戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします政府から出資説明を聴取いたします